第二代バーリントン伯爵及び第三代コーク伯爵チャールズ・ボイルはアイルランド貴族、イングランド貴族、政治家である。チャールズ・ボイルは第三代ダンガーバン主爵チャールズ・ボイルとその最初の妻ジェーンの間の長子として生まれた。1690年、チャールズはアップルビー選挙区選出のイングランド庶民院議員となり、翌年コーク県知事となった。 1694年、チャールズは、父のダンガーバン主爵くらい、クリフォード男爵くらい、クリフォード・オブ・レンズ・ボロー男尺位を承継し、議員の職を辞した。翌1695年、アイルランド数密顧問官と、アイルランド・オークラ卿に任命された。1698年には、彼の祖父の爵位、バーリントン伯爵くらいとコーク伯爵位を承継し、ロード・オブ・ベッド・チャンバーに任じられた。 1699年、ウェストライディング・オブ・ヨークシャー当官に任命され、1702年、イングランド枢密顧問官となった。1704年死没、チャールズの爵位は、長子リチャードに承継された。1688年1月26日、チャールズは、エリーハウスで、ジュリアナ・ノエルと結婚した。ジュリアナは、第三代キャンプデン死者クバプティスト・ノエルと、 その三番目の妻との次男ヘンリー・ノエルの唯一の娘だった。二人は五人の子を残した。ありがとうございます。